サクサク、マスダジゴロ田マスダジゴロとは、テレビ、神奈川製作のバラエティ仕立ての音楽番組、サクサクに番組開始当初から2005年7月1日まで、有線が手掛ける、動画配信サイト、ギャオ製作の番組、ため池なうに番組開始当初から第37回まで、そして、デルフェニックスアーツ製作著作の、マスダ音中に出演していたキャラクター。デザイン担当は、理性、 K-Express。ここでは同じく、大輔ジャクソンがデザインを手掛け、ジゴロウと共に、サクサクの顔であった、ペパーについても触れる。サクサクに、赤毛愛時代から出演してきた増田、マスダジゴロウは、グッズも大変売れ番組の顔とも言える、キャラクターであった。しかし、2005年6月27日の放送で5日後の7月1日を、最後に、番組から引退することを発表。 ジゴローペパーのデザイナーであるディッセ、K-Express も自身のブログにて、一切聞いていなかったと発言。また、ジゴロウムズ発売当初から TBK ミューコムなどと、権利関係で揉めていたとも発言している。それに関連し、ジゴローの制作者であるマスダのおばちゃんも自身の、ウェブサイトでこの問題について発言した。また、DVD。 サクサクバージョン1.0の発売が一旦中止になった。TBK 側からの説明は、神奈川新聞に数日後掲載されたこの件に関する記事まで一切なかったため、当初は理性、k エ x p r e s s が被害者とする見方が多かった。しかし、神奈川新聞の記事によると理性、k エ x p r e s s が常識外のロイヤリティを要求したため、契約を打ち切ったとのことであり、 一転して、ディセ・ K-Express 側に非があるとの見方が大きくなっていった。これに対しディセ・ K-Express はブログにて、プロデューサーから著作権の放棄を求められた。神奈川新聞は、TBK の大株主であり公平な報道が、されていない。記事は、TBK 側を擁護する内容になっているなどの、反論を行った。このように反論を行ったディセ。 k エ x p r e s s 側ではあるが、その後の経緯を追っていくと、メディア展開を変えるたびに、同様のトラブルが起因しているのではないかと思えるような交番劇や番組自体の打ち切りが連続しており、理性、k エ x p r e s s 側にとっては不利な状況となってしまっている点は否めない。なお、2005年4月1日をもって、マスダジゴローペパーの著作権は、理性、 k エ x p r e s s 側に戻り、これをもって、サクサクのオープニング CG も変更され、はがきやメールが読まれる、サイの名前のクレジットも、ジゴローではなく、ブルーバックに変更になった。これで、TBK ミューコムと、理性、k エ x p r e s s は、完全に友とを分かつ結果になった。番組内では、言動員議会の決定により、ジェダイである黒幕が FIFA に所属する違うモビルスーツを、 動かすことになったという設定で、交番劇の説明がされた。ジゴロが引退した回での黒幕は、どうせ俺今週で引退だし、俺も終わりだなど生き通りを隠さず投げやりな発言を、する。最後に、実際には、よくわかっていないし、腑に落ちないところもある。大人の争いに巻き込まれた。そして、笑いは会議室で起こってるんじゃない、現場で起こってるんだ。と発言を残して引退。 引退したのはジゴロウというキャラクターのみであって、翌週からも黒幕やご意見番は出演を続行した。サクサクの2006年9月25日放送分において、黒幕はジゴロウのことを、ああ、まいたやつね、火事で死んだと発言した。以後、黒幕をはじめ番組内でジゴロウの名前を出すことはなくなり、ジゴロウの初代パートナーであった赤木愛が2009年4月に、 番組へ一周限定復帰した際にも、昔話をする際に、黒幕は、ジゴロウの存在を、あの頃は四角かったんだけどね、ちゃんとしてほのめかす発言はしたが、名前を口にすることはなかった。2008年にオンエアされた、川口の歌でも歌詞に、ジゴロウとジゴロウの名を完全に出していない。撮影で使用されていた、ジゴロウペパーの人形は、 マスダのおばちゃんの下で修復され保管されていたというが動画配信サイトキャオにて2006年2月に配信された番組マスダジゴロウ MZ-4946 にペパーと共に出演したこの番組にはサクサクを意識したと思われる場面がいくつか登場したその後ためイケナウに引き続き出演したマスダジゴロウであったが第38回から ジゴロピ P は長いの旅に出ましたというナレーションとともに、突如出演しなくなった。中川翔子の2007年8月20日のブログには、翔子詳細知らないんだけどかなりいろいろあったらしい。うわーん、バイバイもしてないままいきなりいなかったんよ。どうして、大人の事情で、ジゴローはいなくなりましたがと記載されている。なお、ため池なうの DVD の1巻と2巻で、 ジゴロウ時代の番組を見ることができる。2007年11月7日より、デリフェニックスアーツの制作著作により、長野朝日放送にて枠狩りの形で放送が開始された番組、マスダオン中に、シーナ・ノリコと共に出演した。番組フォーマット、設定、セットデザインなどが全室のサクサクに似ており、ダイスケ・ジャクソンが企画演出、デザインでクレジットされていた。 長野朝日放送での2009年3月25日放送分により、マスダジゴロのホームページでの配信が開始されている。番組が演で、アニメ、マクロスフロンティアの第15話及び、角川書店少年エースの漫画版、マクロスフロンティアの2009年2月号分にも、部出演を果たすなど、活躍の場を広げていたが、長野朝日放送での放送に関しては、2009年4月1日を、 持って終了。番組は BS 朝日でも遅れネットの形で放送されていたが BS 朝日で放送された最終回では終わる雰囲気など全くない番組展開の上出演者サイドには突然の終了と知らされた。なお番組コーナーで第1回朝が山んが祭りというイベントを開催すると発表していたが番組自体が放送終了したため 開催されることはなかった。ありがとうございます。